こんな手紙、書くつもりなかった。でも、昔約束したでしょ。もし私たちが同じ立場に立った時、必ず私が選んだ道を、あなたに受け入れてもらえるように説得するって。誇りだらけだな。しっかり掃除しねえと。あなたと同じ高さまで来れば、あなたと正面から対峙できる勇気が出ると思ってた。あなたの知らない土地に足を踏み入れ、あなたが見たことのない景色をこの目で見たとき、あなたに自身の愚かさと身勝手さを思い知らせることができ、私を誇りに思ってもらえると信じてた。でも、今、命を脅かされる任務を前に、私は自分がそれほど勇気のある人ではないと気づいたわ。手に持つペンが震えてる。私は逃げたい。危機に直面したくない。手に掴んだ全てを失いたくないのよ。無名のまま死にたくないし、最高の結末の一秒前に死ぬなんて考えたくもない。ん？この穴はいつからあったんだ？いや、すまないな。蹴って悪かった。何？人は死をも受け入れる存在だと言ったことを思い出した。この言葉を聞いたとき、あなたは初めて恐怖の表情を見せた。あの時以上に自分を誇らしいと思ったことはないわ。やっとこの男をビビらせてやったって思ったの。今となってはあの時の自分を罵ってやりたい。あなたに勝つことは決して誇れることではなかった。私は分かってたの。この世界であなたを傷つけられるのは私だけだって。今の私はあなたと肩を並べられるよ、お兄ちゃん。でも、急に後悔が押し寄せてきたの。派遣任務に同行する同僚が、今まさに部屋の扉を叩いてる。彼、私を呼んでるわ。パオリナ、パオリナ！ってね。外で戸を叩いてるのが、あなただったらどんなにいいことか。あの扉を壊し、私を止めてくれたら。でも、そんな考えも一瞬に過ぎない。その一瞬で私は理解したわ。あなたがあの時恐れた理由を。今この瞬間にも、同僚は敵に喉を切り裂かれ、建物は破壊され、子供は家を失い、無数の人々が耐え難い苦痛に苛まれている。でも、私は決して勇敢じゃない。やっと修理し終わったぜ。なかなか悪くないんじゃないか。店長、本当にこのレストランを譲るのですか？安心しな。
俺より金持ちな奴が引き継いでくれる。でも、私にはわかる。この時代、誰かが手を差し伸べなければ悲劇が終わらないことを。そうしなければ、いつか悲嘆が世界各地に拡散してしまうことを。世界には一滴しか水のない海は存在しないし、一滴しか血を流さない戦も存在しない。瓦礫一つだけの屋根だって存在しないのよ。長い間、人間とアルカニストは意見を違え、対立してきた。でも、いつかは団結しなければ、私たち全員が滅びることになる。私は時代の津波における、取るに足らない石。いずれ流され、忘れ去られるわ。そうよ、私はもろく臆病な人間であり。同時に、聖パブロフ財団の一員でもある。いろんな出来事を通して、私はようやく、あの言葉を言う勇気を持てるようになったのよ。理想のためなら、人々は苦痛に耐え、死をも受け入れる。ちょうどいい。瓦礫は壁を作り、雨もいつか必ず止む。失われた命は戻らなくとも、新しい時代は必ず訪れる。時間だ、ジェイ。